こんばんは、こんにちは、お疲れ様です。トマト、改めまして、ポジメンと申します。えっと、まあ、LINE なり、X なりからね、えー、このチャンネルに来ていただきまして、えー、まずはありがとうございます。そして、えっと、前回この動画を、えー、っと、ちょっと長めの15分ぐらいのやつを公開させてもらったんですけど、もっとはしょれるだろうと。もっと情報公開するなら、はしょれるだろうっていうことでもう、はしょって説明するので、よろしくお願いいたします。それでは、始めます。 えっと、今回は、えー、元で0円から、えー、もともとこれ1万5000円から3万円ぐらい生み出そうだったんですけど、まあ、トータル僕これで15万円まで稼げたもう稼げたのでそれを公開します、はい、ということで、えー、まず必要なものは、えー、ペ a パルのアカウントとモッピーのアカウントです、はい。でペ p パルっていうのは、えー、っと外国のキャッシュレス口座のようなもので日本の通販だとヤマダ電機とかあと 中国の通販だと eBay とかそういうところで使えるっていうことで、まあ、日本ではあんまりそのメインとなってない、えー、と決済手段となってます。はいでこれが必要です。はいで次、ちょっと飛ばしますね。飛ばします。で次ね、ねモッピーですね。えーえー、とポイ活アプリモッピーでモッピーアカウントを開設しますと。はいでえっ、ー、とアカウントっ 多、えっと、多分日本だとと思思っていいいる人がめちゃくちゃゃくますこなんでかっていうと,、えっと、モッピー自体の、えー、登録数が3000万人で、ユニークユーザー数1000万人ぐらいいるって言われているので、まあ、日本人のほとんどが、まあ、やっているんじゃないかなと思います。はい、ということで、まああの、紹介コードもそこら辺に招待コードを入れて欲しい人があふれているので、まああの、入れてあげてください。でまあ、僕のやつは、まあ、あえては別にもう紹介はしないです。 でえっと、この招待コードを入れるっていうことがなぜ大切なのかっていうと招待コードを入れずに登録するとポイントは0円しかもらえないんですけど招待コードを入れて登録すると300円もらえるからですこれが元で0円で15万円を生み出すために大切なこととなっているのでぜひお願いしますそしてモッピーを登録したらモッピー内からプレイタイムっていう案件があるのでそれをね、えー、その案件をこなしてください で、この案件っていうのは、えっ、ー、と、プレイタイム内から、プレイタイムっていう、うんと、アプリを、えー、インストールして、Google プレイなり、えっ、ー、と、ちょっと僕、Android なんで、その、ISO の方はちょっとわかんないんですけど、まあ、そっからあの、ISO にもあると思うんです、それインストールして、で、このプレイタイムっていうのは、なんか、いろんな、えっ、ー、と、楽しいゲームを寄せ集めたサイトみたいな感じで、このサイト内にある、まあ、ゲーム、 をどれでもいいので2時間分遊ぶと円分のポイントがモッピーに入るっていう形ですそうつまりこの時点でですね招待コードの300円と、えー、プレータイム内での、えっと、案件をこなした分の480円でモッピー内のです、ね、獲得ポイントが、えっと、780ポイントになってると思います。 はい、これちょっと一番下に見切れて書いてあるんですけど780円分になっているとでプレイタイムっていうのがこういう形で外国のドル紙幣みたいなアイコンのやつでこれで、えー、っとこのプレイタイム内のアプリ内で別のゲームアプリをインストールして120分以上プレイすることによって480ポイントもらえるっていう方法になりますね、はい、じゃここまでね はい、で先ほど説明して、えー、モッピー内の獲得ポイントが780ポイントになっているとその780ポイントのうち、えー、600円分をペーパルに交換しますそうでペーパルの交換は300ポイントから交換できまして、まあ、300ポイント、えー、500ポイント えっと1000ポイントみたいな感じで交換できるんですけど、まあ、最大限に生かすために500ポイントの交換してしまったら100ポイントっていうのが次ないんですよ200ポイントっていうのもなくて、えっと、最大限に交換するために300ポイントかける2回を交換してくださいこれが大切ですはいで、えっと、モッピーなんですけどモッピーのポイント交換って1日1回までしかできないんで、えっと、この手順を準備するために2日かかります もしくはもっとはしゃるんだったら、まあ、500ポイント一駅で交換するかもしくは他の安い案件をして一駅で1000ポイント交換できるようにしたらいいと思いますはい、まあそんな感じでこモッピーのポイントね、はい、自分のポイントが上がるとこれ今のポイントが、まあ、15ポイントですよっていう感じですねはい、でそこから、えー、ペーパーでね、ねこれね、えー、交換手数料無料なんで、まあ、あのどれだけ大きく 値段で交換しても細かい値段最低ポイント300ポイントで交換しても手数料は取られないんで安心してくださいで交換してリアルタイムで口座に入りますはいっていうことではい で、ここで具体的に、えっと、皆さんに何をしてもらうのかっていうと、プレイタイム内にあるゲームの中で、えっと、課金ボーナスが発動してることがあって、この課金ボーナス発動時に課金をすると、決められた額を課金するんですけど、この課金ボーナスが実は、プレイタイムは行かれてるんですよ、いい意味で。そう、この課金ボーナスがどう行かれてるかっていうと、例えば、えっと、500円分の課金をすると、700円分もらえるみたいな。 そうあのー、実際自分が課金した額プラス200円ぐらいをもらえるっていう現象が起こるんですよ。そうでこの現象を利用して元手が p a、えっと、ペイパルの300円 ×2 で600円あると思うんでそれのうち500円課金してもらって700円得ることによってあなたの元手は、えっと、700円になると。 700円プラスペーパルに交換した分の100円で800円になると。みたいな感じで、とにかく1時間、その時間内の間に課金をしまくるだけ。これによって、えっと、僕はトータル15万円稼ぎまして、で、エクセルで記録つけてたんですけど、えっと、時給ベース1500円ぐらいいきましたね。はい。そういう感じで。で、まあこんな感じですね。これ、あの、エクセルにつけてた、あの、表なんですけど、えー、タイムドリームズ限定オファーっていうことで、 えっと、まずですね、1回目の課金が、えっとね、確か課金200円以上。200円以上で、あ、200円以上やったっけ何歩やったっけ ?1 回の課金が多分200円以上。課金して800円もらえるみたいな。こっちのな、Google イとかはまあ無視しといてもらっていいんですけど、えっと、これ儲けがいくらみたいな。次、課金が、課金が、えっと、次、課金400円ぐらいしたら、えっと、900円もらえるみたいなキャッシュバックがあったと。 で次が課金800円したら1100円もらえるみたいな。この255円、436円、818円とかって、これ何かって言うと、なんか税金みたいなのかかってるんですよね。米国のアプリなんで。まあ、それでなんか変な発数になってるっていう形。まあ、こんな感じで、まあ1回課金するごとに儲けが500円。 次課金したら400円、次課金したら200円、次課金したら300円みたいな感じで、まあ、こう連続でねこ、これ多分1時間の間のデータなんですけど、課金しててで、この1時間の間でこんだけ儲けれましたよって感じ。まあ、平均したは多分2、4、8、10個なんで、多分4、5000 あるみたいな感じですかねそうでこのダイストリームズっていうゲームの他にもいろんなゲームがあってただ僕がおすすめするのはこのダイストリームズっていうゲームがえー、っと異常に課金によるキャッシュバック額がの割合が高いのでこれがおすすめですよっていう話ですねはいちょっと画面おかしくなってるんですけどそうでまあそういうのができるとでこれがプレイタイムラインの画面ですね はい、こんな風なボーナスチャレンジみたいなのがあって、例えばこれ1100分の109って書いてあるんですけど、これは1100円購入して1300円キャッシュバックがあるミッションのうちの109円まで課金してますよってことなんですよ。つまりこれはあと991円分ゲーム内で課金したら1300円もらえますよっていうところまでいってるってこと。そういうのを参考にしてやってみてください。はい。という感じですね。うん。 ゲームごとに稼げる上限っていうのが決まってて、ダイスゲドリームスっていうさっきのゲームは、多分稼げる上限が9000、9000円ぐらい稼いだところで、その課金したら200円プラスでもらえるっていうやつがこう消えたんですよね、そのオファーが。だからまあいろんなゲームをして、僕は全部で、えっと、ゲーム18種類ぐらいかな、18種類ぐらいのゲームで、ゲーム自体はほとんど進めてなくて、あのゲームでチュートリアルを終わらせてひたすら課金してただけなんで、なんかその、 ゲームシステム上はなんか全然ゲーム進めないのに課金してるだけのやつみたいな感じになっててちょっと運営からの不信感はあるんですけど。 まあそんな感じでかつえっとこのゲームをえっと課金したゲームってあの放置するのもいいんですけどえっとそのゲームを例えば進めていってレベルが100とかになるとそれだけで2万円のボーナスとかもらえるのでえっと課金をする中であこのゲーム面白いなって思ったゲームとかあったらそういうのを進めていくことによってえっとゲームをと 課金とか関係なくゲームのレベルを上げることによるキャッシュバックとかももらえますで。実は僕、このダイスドリームスっていうゲームにハマってしまってあの課金して得た、えー、っと大量のアイテムね、そうトータル3万6000円課金してるんで、まあ、それ以上にキャッシュバックがあって、まあ、キャッシュバックが、えー、4万5000円ぐらいあったのかな、うん、9000円得してるから4万5000円ぐらいあったと、うん、っていうところで、ハ、ま、マ、あ、って最終的にレベル、えー と120レベルぐらいまでで行ったんすよでダイスドリームズってレベル50とレベル80とレベル100でそれぞれ、えー、2000円3000円2万円ぐらいもらえるんで、ま、ゲームするだけでも、ま、2万5000円ぐらいもらいましたで、まあ、100レベルいくまでにかかった日数は、まあ、課金分は早々に使い果たしてあとは 毎日の無料ログインボーナスとかかかででやってたたんですけど、まあ、3ヶ月ぐらいかかりましたねだからまあ課金して儲けるよりかは全然その速度も遅いし、まあ、根気がいる作業なんですけど本当にハマったゲームを見つけてしまえば、まあ、楽しいことしてて、まあ、3ヶ月後ぐらいに2万5000円ぐらい得られるっていうことなので、まあ、その2万5000円得たのと課金で稼いだ分合わせたらまあトータル17万5000円ぐらい稼げるということでまあ このプレイタイムをやり始めて、まあ大体、えっと、15日ぐらいで、えっと、15万円稼いで、で、残りの、えっと、3ヶ月と、3ヶ月じゃ、2ヶ月と半月ぐらいで、えー、2万5千円稼いだってことで、まあトータルで17万5千円稼げたよっていう感じですね。はい。まあ、こんな感じですね。はい。まあ皆さんもね、やってみてください。 はい、で例えば、えっと、ゲームに課金したのにそのなんかゲームの課金が反映されなかった場合は運営に問い合わせなりして頑張ってください、はい、でまあえっと、まあ、招待コードとかはもうあの貼らないと一切僕はそうなんか僕 LINE のグループをあのさっき見ててめちゃくちゃそのうんざりしたことがあってその確かに招待し招待してもらったら招待して もらった人は儲かるんですけど招待してもらった人以上にえっと招待した側が儲かるっていうことですごい腹黒いなって思ってしまってでやっぱりなんか世の中にそのまあこれアフィリエイトっていうんですけどはびこってて僕アフィリエイトっていうの正直あんま好きじゃないんですよ。でこれ好きじゃない理由が何でかっていうとまあ、要はそのなんすかね登録してるくれるかもを見つけて自分だけ利益を得ようとするみたいな感じに思えて。 でそのさっき LINE グループ見ててめちゃくちゃちょっと個人的にこれキモいなって思ったのがインターネットの紹介案件なんですけどなんかここから紹介登録してくれたら7万円もらえますっていうのがあってそうでそのやり方っていうのがその登録して3日ぐらいであの辞めたらあなたは7万円だけ手に入れれますってでもその登録して3日ぐらいで辞めるって方法ってその代理店のクソな営業のやり方でその代理店がその登録させて3日で辞めることに かして登録させたという案件に対して、えっ、ー、とだいたい一万五千円から三万円ぐらい入るんですよ。で、あんなライングループのとこに個人のそのポイガツの人間じゃなくて業者が入り込んで、そのまあ、結局そのなんだインターネット会社に損害与えてるだけなんですよ。で、インターネット会社に損害与えるとどうなる かっていうと、まあ、インターネット会社のその売り上げが減るのもあるしインターネット会社自体のそのインターネットの料金が上がる要因にもなるしかつえっとインターネット会社のインターネット料金って何のために使われててるか知ってますあのインターネットのその設備のを修復するために使われてるんですよだからそういうクソみたいな代理店が多くて例えば au の,あのなんか受信設備がさあごめんなさいねちょっと あの敬語なくなくっっちゃったんですけど受信設備が老朽化してそれをろくにメンテナンスもしなくてなんか一時的に繋がらなくなったとかっていう事件にもつながってると思ってて正直えっとこの僕が紹介してるって方法はちゃんとゲームの案件してるとこがその課金を促進するためにやってるキャンペーンであって別に何かを悪用してるわけじゃないんですけどそのインターネットを登録させて3日でやめさせるっていうのは完全に。 うんと悪用してるってことになるんですよさっきの LINE グループに関して俺はめちゃくちゃとうんざりしましたでああいう LINE グループでそういうやつらをはびこらせないために僕はこれから自分が、うん、全く得をしないでも、うん、これを知ることによってそれを登録した人がだけが得するような情報っていうのを発信していこうと思いましたそれだけですそれではね最後まで聞いてくれてありがとうじゃあね